昨日はグースグースダック楽しかったですね。だからなんか貧困でちょっと真剣めに真剣度合い上げるときはアモアスで、で真剣度合い下げるときはグースグースダックみたいな、まあそういう分け方でいいかなっていう気がしててんけど、貧困で割とガチめに議論するとどうなんやろな、誰が勝つ、やっぱテラゾーとかか。一回そういうのもやってみたいな、ガチ議論。あーでも鬼木に来てもらったら鬼木強いな。てか真面目にやるとやっぱ鬼木発達作法のこの普段から高田村でやってるメンツがやっぱ強いんじゃないの。高田村だったり源さんの村だったり、貧困ガチ村やるとしたら鬼木発達作法テラゾーガミさん、あトータスだ、トータス強いわ、トータスも強いよな。ちーちゃん、あ、ナナコ、マオシかな、あ、バケユカかな、マオマオはできるって、絶対。いや、マオは普通に貧困でガチで議論したら強い部類に入る気がするけどな、マオ。あ、ヒラか、マオ普通に強いと思うけどな。ふざけないでできるんだろう。いや、ふざけないでやるって言ったらふざけないでやるよ、そりゃそんなふざけないと私死んじゃうみたいな人じゃないから魔王あ、アンデスナザメやな、そうか別に実況者として正解な気はするけど、その感情が表に出すぎちゃうので態度でわかるっていうのは弱いところかもしれんけど、普通に議論はできると思うけどな。むしろ強い部類な気がする。ダウンロードの秒数おかしくないですかそこまでできる人はなかなかおらん、まあおらんちってもな、はたさことか鬼木とかはが参加すると今日真面目にやりますって言って真面目モード出されたらボコボコにされそうやけど、やっぱそもそもの議論が強そうっていうの以上もあるし、プラス毎日やってる人らこういう行動はおかしいとかの日々培った感覚があるからね、経験値の差はやっぱあると思う。まあでもそこも含めガチガチにやってもらうのもありやよ。普段ガチ村に参加しない人がそんなことまでするの怖っみたいな感じで笑うって、まあ、それでありやん。だから普段ガチ村やってる人らはもうほんまに全力出してもらってそんな見るんですかみたいなまあそれはそれで一回やってみる分にはありやと思うけどな。